おしゃまんべ駅は、北海道山越郡おしゃまんべ町あざおしゃまんべ228-7にある、北海道旅客鉄道の駅。駅番号は H47。電報略語は満、事務官コードは14万129。おしゃまんべ町の代表駅で、函館本線、室蘭本線の分岐駅である。また1987年3月16日に廃止されたセタナ線は、 国縫駅から東駅に直通しており、同線の実質的な起点駅でもあった。そのためかつては一大拠点であり、機関区、鉄道病院、車掌区、鉄道郵便局分局も設置されていた。かつて車両基地があった名残で、側線は国鉄時代よりも数を減らしているとはいえ多く、不設されている。機動車への給油設備もあり、現在も使用されているが、 おしゃまんべ運転所の廃止後は、即線とともに当駅の管轄となった。2030年度末を予定する、北海道新幹線の札幌延伸時には、停車駅となる。開業時には、東谷湖、上別市、室蘭市方面への往来を想定し、1日あたり4,400人の利用を見込む、新聞1、函館本線を所属線としており、 当駅を起点とする室蘭本線を加えた2路線が乗り入れている。路線名称上は、くっちゃん、小樽、札幌方面及び森、函館方面が函館本線、東室蘭、苫小牧方面が室蘭本線となるが、当駅を挟んで、函館本線の函館方面、室蘭本線を経由するルートは、札幌と函館、本州方面を結ぶ特急、 貨物列車がすべて通過するなど、広域輸送の大動脈の一部として一体のルートをなしている。その一方、函館本線の小樽方面に、それらの運行はなく、小樽方面は1日4本の普通列車のみが運行される、事実上のローカル線区間となっており、新聞に JR 北海道が制定している駅番号、区間カラーにおいても札幌駅の間の端駅、 おしゃまんべき函館駅にかけてが一体の区間として H の記号、青が割り振られている一方で、札幌駅小樽る駅おしゃまんべき間の函館本線には別途、S の記号、赤が割り振られている。普通列車の運行系統は当駅を境に分かれており、いずれの方面においても当駅乗り入れの普通列車はすべて当たり駅が始発、終着となる。なお、普通列車は 本数が少ないことや特急、かつては2015年8月までは、新大特急、北都勢、さらに、北海道新幹線開業同月の2016年3月までは、新大特急、カシオペア、急行、浜那須、東駅函館駅間を結ぶ快速、アイリスが停車、発着していた。それ以前の国鉄、民営化直後の時代には、セタナ線の優等列車、 函館本線、小樽方面を経由する優等列車なども停車していた。1976年のおし満米駅と、周囲約 1km1.5km 範囲。右下が、函館方面。上は、右が、室蘭本線室蘭方面。左が、函館本線小樽方面。駅裏小樽寄りに、線形車こと、転車台、その周囲に放置された SL らしき姿も見える。 その南側には二つの給水タンク、さらに、アッシュピットなど蒸気機関車全盛時代の姿がまだ色濃く残されている。国土交通省国土画像情報をもとに、作成しましきホーム2面4線を有する地上駅。ホーム間の移動は、古戦橋で行う、社員配置駅、オシャマンベブロックの主幹駅でもある。緑の窓口、旅行相談室設置、出発、 改札営業時間は7時から18時15分。早朝夜間は営業担当社員が配置されないため、営業時間外の出荷改札業務は行わない。信号扱いなどを行う。キオスクは2017年に廃止された。普通列車は3.4番乗り場から発着するが、朝のくっちゃん駅発の列車1本のみバ番乗り場へ到着する。主な駅弁は、下記の通り、北海道旅客鉄道。 函館本線普通中野沢駅おしゃまんべきに、小駅室蘭本線普通おしゃまんべ駅旭浜駅静かり駅内岳支線は廃駅、報道後北海道新幹線新屋雲駅、おしゃまんべきくっちゃん駅、ありがとうございます。